キャプテンジンです。ジン兄さんのフレアスクールいつも見ていただいてありがとうございます。ですね、僕は、ミクシーとかやってるんですけども、最近メッセージでジン兄さんのフレアスクールいつも楽しみにしてますとか、フレアを始めたきっかけはジン兄さんでしたとか、そんなメッセージをたくさんいただくんですね。俺なんかのフレアがきっかけで良かったかどうかわからないんですけども、フレアのを始めるきっかけになれて光栄です。ありがとうございます。でですね、あのシリーズですね、あのジン兄さんのフレアスクールなんですけども、できるだけ多くの人にフレアを始めてもらいたくて、ちょっとふざけた内容といいますか、まあ、楽しく、フレアしたらいいじゃんみたいな感じで作ったんですけども、正直もうネタがないんですね。でですね、それでも次の出してくれみたいなことを結構言われるもんで、ネタを続けやすいようにちょっと真面目にやっていこうかななんて思っちゃったりして、こんな動画を何時、今朝の6時に撮っちゃったりしちゃってますです。はい。で今回からですね、より実践的なフレアをやっていきたいと思います。第1回の今日はじゃん、ティンです。やっぱりですね、フレアをやるときに最初に触れるのはボトルじゃなくてやっぱティンなんですね。営業でもそうですね。カクテル作ってくださいって言ったら、まずティン取ってからボトルでこう入れちゃったりするんで、このティンのファーストタッチってすごい大切だと思うんですよ。なんかもうこう、これだけの人よりも、まあ、こうなんかこうくるっとかあったり、こうなんかこういうアクションがあったりした方が、お、あいつうめえじゃんみたいな感じになると思います。でですね、何から練習したらええねんつう話になりますよね。僕思うんですけど、ティンは利き手の逆の手の方がうまい方がいいと思います。なぜならば利き手は大概ボトルを持ってるんですね。でボトルを操作しとる間にこういうティンの動きがあったら綺麗ですね。まあ両手ともこう、まあ、こんな感じで動いたらすごく綺麗に見えるんで、まあ、実際僕右手なんですけども、左手のパームとかこんな感じでできるんですけども、右はもうこんな感じ。これマジですよ。こんな感じです。まあ、両方とも均等にうまくできる方がいいと思うんですけども、はい。でですね、最初何を練習するかということになりますけども、僕はあんまパターンを持ってないんですけども、この最初教えられるんでパームスピンとかですよね。この半回転とかで、これね正直あんまり使わないです。ほんまにパームスピンよりもこちらのティンの底に親指をかけてこうひっくり返すんですね。こう、ま、フィリップみたいな、フィリップですね。これも空中でもクリッて回せるんですよ。でそれをパームっぽくやるんですけども、これの応用なんですけど、まず半回転、いいですか、半回転してここを指2本でロックします。で外にこう出します。で1回転、いいですか、半回転外に出します、1回転、半回転外に出します、1回転。これをですね、動きをつけてやってみたらそれっぽく見えるんですよ。こっちに持ってくるときに半回転、外に出すときにこうで1回転。まあ早くやるとこんな感じになるんですね。こうかっこいいですね。はい。でこんな感じでお客さんにカクテルを聞きました。まあ、何する、こんな感じ。もう一回言いますよ。何する、あっ
もう一回いきますよ。え、何する？もうポイントはノールック。もう絶対見ない、これを。もう見ない、見ずにこうやって何する、はい、何する、はい、何するみたいな感じでやると、女の子とか付き合うと来るんじゃないでしょうか。ちなみに、僕の店では男性9割女性1割なんで、あまり意味がないです。はい、こんなところで、第1回は、締めていいですかね。はい、まあ、結構簡単なシリーズをちょこちょこちょこっと更新していこうと思いますんで、またこれからもよろしくお願いします。それじゃあ See you next week。 またね。